ラキラ光るのがいいんですよ。光らせていいんですか？光らせてください。この年齢でもいいんですか？はい、はい、翔子です。はい、今日はあの生徒さんがねちょっと悩みがあるっていうことで来ていただいたので、あのぜひ聞いてみたいと思います。ではマロンちゃん、はい、何がお悩みですか？実はですね、私の割にはここ見たらちょっとびっくりしたんですけど、ここのシワがあるっていうのと、目のシワ？目のシワです。で、あの目のここだけじゃ、笑いシワだけじゃなくて、下のところにも、あ、このね、ちっちゃいやつね。ちっちゃいやついっぱいあって、ちょっと私こんなにシワあったんだっけって正直思って、ちょっと落ち込んでます。あー、ガーンって。はい。あ、なるほど。まのちゃんいくつでしたっけ？44にちょうどなりました。44じゃちょっと早いね。でもね大丈夫、はい、あのねちゃんと保湿すれば大丈夫なの で、 大丈夫ですか？はい、で今日はねちょっとその方法を皆さんと一緒にね伝授しちゃいます。ありがとうございます。やった。目のね周りのシワってやっぱ表情筋もすごくもちろんあるんだけど、やっぱり、ね、保湿足りないのね。でもこの周りってすごい薄いでしょ、皮膚が。なので保てないんですよ。なので常に補充していくで、のそうそう。でうちもね弟がねすっごいね似てる、あのこのシワの入り方。そうなんです、ね、そう。で姉ちゃん俺の方が若いのに俺の方がシワがあるってこの間お正月の時言われたばっかりで、今同じなんか同じこと言われた。私も感想を失礼ながら、私の年上の妹のシワが私より少ないって実は思っていて。そうですね。でね、まずね、気がついた時にやっていただきたいのが、やっぱりね暖房だったり冷房とかで目がねやっぱり乾燥しちゃったりすると余計目立ってこない、夕方とか。昼見た時にちょっとシワ、あれってなって、夕方とかはもう、ああってなって、普通のシワかなってなってしまってますね。はい、そういう時はね、はい、こういうねスティック状の美容液があるって知ってた？なんか聞いたことあるんですけど、使ったこととかないです。使ったことない？はい、これねすごいあの便利です、ね、あって言った時にこれちっちゃくていいでしょ。はい、そうそうそう、もうねこれねもう本当に直接、ね、自分のシワのところとかにね、塗り込んじゃっていいです。このままグイグイっと、なんか、え、こんなに塗っちゃっていいんですか？こんなに塗っちゃってください。なんか変なになってないんですか？でねこれをねよくねよくねなじませていきます。もうねもうメイクの上からで全然大丈夫で、でここからみんなねメイク直しの時に結構パウダリーファンデーションとかねつけちゃうんですね。直すときもうあれ最悪。すっごいつけてます。つけてる、はい、なんかねパッサパサに逆になってもう、ね、残念な女になってしまうので、ね、ここのねこの自分の今気になっているところあるじゃない、はい、これをこう丸く入れながら、ね、美容液をでちょっと固形なのでバームみたいになってるのね。なので体温でね馴染んでいくんですね。でよくねこうやってね行ったり来たりしてまず馴染ませていく。乾燥とかねあのシワの方ってやっぱりクマも一緒に出ちゃうからね、あのなんか疲れて見えちゃうのでしっかりねまず潤わしてあげる。でここであのちょっとねあの下地の部分でキラキラ光るのがいいですよ。光らせていいんですか？光らせてください。この年齢でもいいんですか？はい、でこれねそうこれねもう本当にあのプチプラで買えるんですけど、そうエクセルのねグローってちょっとピンク色の色なんですけどもね、これちょっとね今塗ったところに同じようにね少し塗り込んでいってシワを飛ばすんです。そう明るさでね、そう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 、なんかちょっとね品のいいダメ感が入ってるもので全然 OK なんですけど、そうちょっとねちっちゃいねあの大きいダメだとね逆にねあのシワに張り込むとちょっと あってなっちゃうんだけど、すごくねパール感のあるものをちょっとだけねこうやってねなじませていきます。なんかファンデーション塗るっていうよりは本当にねベースなんだけど、ベースをねちょっと塗っておくだけですごいねあのツヤ感が出てね、一気にこうやって触ってるからマッサージ効果にもなるので、そうなの。なんかてっきり、なんかシワがあるから、そこにあんまり入れちゃいけないっていうイメージがちょっとあって、あ、ありました？はい、入れちゃいけないと思ってました、でね、これやるだけですごく綺麗なんですけど、さて、ね、ちょっとね、見ていただきたいんですけど、はい、こんな感じ。あ、すごい、なんか
すごいやっぱ 光で飛ばしてるっていうので、うん、全然なんかこのしかもマッサージしてもらったせいか、うん、なんかあの疲れ感も抜けてます、うん、後ろの疲れ感も反映してる。だいぶかなり違います、うん、皆さんあの右と左やってもらった自分も言うのもなんですけれど、うん、なんかこっちもやってもらいたくなるぐらいなんか全然変化が違います、うん、ね、そうなんかねあのすごく乾燥しちゃうじゃない、うん、なのであの別に粉を振らなくても多分ね時間経ってくるとすごく馴染んでくると思う。今翔子さんに言ってもらわなかったら、うん、粉を振ろうとしてました、うんうんうん、まあねちょっとだったらいいんだけど別にあのね振るのも逆にねハイライトを入れてほしいんですよ。少しねやっぱ光ちょっと光るパウダーをハイライト的にねよくなじませてもうさっとです。これでいい。あ、さらに輝きを増したって自分で言っちゃうのもなんですけれど自分でなんか私輝いてるっていう感じがします、うんうん、そうするとちっちゃいねこのちりめんじわとかはすごく気にならないし、逆にあったとしてもねやっぱりねこのツヤ感があるとバカバカしくこの張りがあって可愛く、はいはい、ナチュラルに見えるのでいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。ぜひ左側もやってください、はい、はい、じゃあ自分でできるようになろうかはい、ではではやってみましょう。ありがとうございます。はい、目をね、こうね、あのシワになるとなんか笑うと写真撮るとシワクシャになるからってよく笑わなくなったりしません？なんか、うん、一回気にしだすと、うん、やっぱり気になっちゃいますね。そうなんですかね。笑っちゃった、シワ出ちゃった、うん、あ、みたいな感じですね。その皆さんね、結構ね、笑ってくださいって言うと、うん、いや、シワが出ちゃうのでってよく言ってられる方いらっしゃるんだけどもね、まずね、あの本当に表情ってやっぱりね、くしゃくしゃってなってても笑ってる方が絶対可愛いんですよ。で、その部分でこうシワクチャになって見えちゃうのっていうのはもうツヤがないからなんですよ。そうなのでまず潤いっていうところで、やはりね、あのもうスキンケアもすごく大事なんだけども、やっぱりね、しっかり水分を取っておくっていうことも大事だし、ちゃんとね、潤い成分、あの結構ね、人参とかね、いいですよ。人参ね、ビタミン A でね入ってね、すごくお肌ね、うるうるしてくれたりとか。人参なんて、すみません、正直思いつかなくて今言われてえ、人参なのって思っちゃいました。はい、あの人参はね、あの本当に火通してもね、栄養素壊れないし、はい、うるうる成分もすごく入ってるんですよ。知らなかったので、うん、なんかスーパーでちょっと今日買って帰る。そうですね早速食べます。そうそうそう、はい、なのでしっかりね、潤っていくということと、やはりね、自分のあの笑顔って自然にね、出てくるものじゃないんですよ。そうそうそう、だって辛い時もあるでしょ。一日の中でね、すごい楽しいことってやっぱりちょっとだったりするじゃない。そうじゃなくて、常に笑ってるって口角上げるとかね、もうね、目がみんなね、口角一生懸命上げようと思ったら目が笑ってない人いるから、確かに。そうそうそうですよねなのでやっぱりね、なるべくちょっとでもあのね、こう人のことを思いながら笑うっていう行為をずっとしてると、脳がね、だんだんね、笑ってるとだんだんね、楽しくなるんですよそう、あのどっちが先でもいいの、こっちが感じて笑うのか、はい、そうじゃなくて笑ってる筋肉を使ってるから、あ、今ね、この人はすごいね、本人喜んでるんだなって脳が分かるとね、常に、あ、幸せホルモンがいっぱい出てくるわけですよ。だから口角を上げてね、ニコニコ笑ってる、うん、そう、だから笑いじわはね、あのみんなね、怖いって言うんだけど、大丈夫、ケアしとけばね、潤わせといて、で笑う、うん、そしたら素敵な毎日になっていくと思うので、ぜひ笑ってください。はい、笑います。この動画がちょっと楽しいなって思ったら、いいねボタン、登録ボタン押していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。